こんにちは。ソニーが本格カメラを搭載した SIM フリースマホを12月15日に発売します。その名は Xperia Proi。大型の1インチの新物センサーを搭載していまして、プロカメラマンが使用することができるレベルになっているそうです。カメラにこだわりがあるスマホ好きの人にも人気が出るかもしれません。今回はソニーの本格カメラ機能を搭載した SIM フリースマホ。 Pro I を紹介しますまず最初にソニーのエクスペリアプロアイのサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらがソニーのエクスペリアプロアイ。これを紹介しているサイトになります。カメラ極まる。エクスペリアプロアイ。カメラ極まる。大型の 一型イメージセンサー搭載で本格撮影を、ソニーの最先端イメージ技術とスマートフォンを融合し、新次元の撮影体験を実現。本物のカメラをスマートフォンに。デザインはなかなかかっこいいですね。ソニーのカメラは市場をリードする高画質や高速素材など,のど、 最先端の撮影体験をクリエイターに提供してきました。Xperia Proi の i はイメージングの i を表しており、カメラ性能を極めた最高の撮影体験をお届けします。ソニー独自の大型1.0型イメージセンサーと高速性能でかつてない撮影品質を実現。大型の1.0型イメージセンサーの搭載でかつてないほどの高画質な写真や動画撮影が可能に。 この大型イメージセンサーと高速高画質処理を両立する独自の画像処理エンジンがクリエイティビティを飛躍的に向上させます。最高の一枚を映し出す。側面異層さオートフォーカスを備えた1.0型イメージセンサーを世界初搭載し最高の一枚をさらにデジタル一眼カメラ α 譲りの一瞬を逃さない 高速オートフォーカス性能とクリアな描写を誇るゼイスレンズによりこれまでにない写真撮影をお楽しみいただけます映像作品を思いのままに Vlog などの映像作品をエクスペリアで動画撮影に特化した新機能ビデオグラフィープロと大型の1.0型イメージセンサーで動画クオリティをさらなる高みへ 世界初 4K120fps の5フレームレート撮影と再生が可能。エクスペリアとして初めて動画撮影の瞳オートフォーカス、オブジェクトトラッキングにも対応。いつでもどこでも持ち歩いて思いのままに映像を記録できます。映画クオリティに作品を作り込む。プロフェッショナル仕様のパラメータや設定でシネマ撮影が可能。ルック、位相、 画作りのカラーマネジメントプリセットアスペクト比21対 94K HDR120fps のハイフレームレートに加えソニーの映画撮影用プロカメラ開発チームのノウハウなど必要なツールが全て揃っています続いてフォトですね 圧倒的な描写力の1.0型イメージセンサー。比類なきスピード性能を実現するプロセッサー。クリエイティビティを広げるこだわりのレンズ。デジタル一眼カメラ、α のような UI で本格撮影。暗証や爆表現など、その撮りたいを叶える。繊細な光も描写する圧倒的な好感度。 明暗差のある環境でも豊かな質感などを表現。明暗差のある環境でも豊かな質感などを再現。自然で芸術的なボケ味。昼寝なきスピード性能を実現するプロセッサー。高速高精度、高水中オートフォーカスが撮影をもっと自由に。瞳オートフォーカスがポートフライト撮影を一段上に。被写体を捉えて離さない。 画面の隅々までロックオン。鮮やかにその一瞬を切り取る。被写体の歪みを抑える。画像を重ね合わせてノイズを減らす。滑らかな階調を実現する12ビットロー。クリエイティビティを広げるこだわりのレンズ。こちらのレンズですね。ガラスモールド球面レンズ採用の ゼイステッサーレンズゼイスティースターコーティング光量を切り替え可能な可変絞りトリプルレンズカメラですね1つ2つ3つですかね3つのレンズでイメージ通りに振り分ける 3DITOF センサー フォトグラフィープロデジタル一眼カメラアルファのような UI で本格撮影デジタル一眼カメラアルファのパートナーにも外部モニター機能を使いこなす外部モニターにもなるところですね続いてビデオですね映像作品を思いのままに 多彩な動画機能を備えたビデオグラフィープロ。Vlog モニターで自撮りを極める。多彩な動画撮影を機能を備えたビデオグラフィープロ。本格的ですね。エクスペ i アとして初めて動画撮影時の瞳オートフォーカスオブジェクトトラッキングにも対応。世界初 4KH である 120fps でビデオ撮影。 手ブレを抑えて動画を鮮明に。こだわり抜いた録音機能。撮りたいときにすぐに起動。動画撮影をさらに楽しむ別売りアクセサリー。Vlog モニター。自撮り極まる。アクセサリー商品がありますね。1.0型イメージセンサーでの自撮り撮影。Vlog をより自由に快適に。 高品質なマイクで収容が可能に手軽にどこでも Vlog 撮影 Vlog モニターとワイヤレスリモートコマンダー機能付きシューティングリップ続きましてシネマですね映画クオリティ作品を作り込むシネマとグラフィープロで 映画品質の21対9シネマ撮影を堪能1.0型イメージセンサーと可変絞りでクリエイティビティを最大限にシネマティックなカラー設定で思い通りの映像再現を 4KHDR120fps の感動的なスローモーション撮影クリエイターモードでの忠実な色再現 続きましてデザインですねカメラを持つ喜びをいつもそばに本格撮影体験を生み出す精巧なデザイン多様な技巧を凝らした仕上げが醸し出すカメラの質感 こだわりの充実機能。パフォーマンス。高速 CPU。高速の CPU、Qualcom のスナップドローン 8885G モバイルプラットフォームを搭載し、処理能力がアップ。5G 対応で通信速度も飛躍的に向上。大容量メモリ。Xperia Proi は 12GB RAM と 512GB ROM を搭載。大容量の写真、映像などのファイルを十分に保管できます。1TB までのマイクロ SD カードにも対応。 大容量長寿命バッテリー大容量の 4500mAh3 年使っても劣化しにくいバッテリーを搭載 w i f i 6で最適化された接続性防水と防塵。強靭なゴリラガラス USB3.2Generation2 による高速データ通信ディスプレイですね 4KH である対応の有機 e l ディスプレイを搭載オーディオ音楽を最大限に楽しむため豊富なオーディオ機能を備えているということですねゲームですね表示領域が大きい21対9のワイド画面と理想のゲーム環境を実現するゲームエンハンサーを搭載マルチタスク約6.5インチ21対9の大画面と21対9のマルチウィンドウやサイドセンスなど 便利な機能でマルチタスクがより快適にエクスペアトランス f e ー2サステナビリティ続いてアクセサリーですねカメラの世界観を表現したレザー素材の背面カバー動画撮影をさらに楽しむモニターですねこれは Vlog モニターですね そして最後に仕様ですね。シムフリーモデルの Xperia Proi X9-B42 ですね。主な仕様。カラー、フロストブラック。サイズ、幅×高さ×厚さが約72ミ、mm、リ×約166ミ、mm、リ×約8.9ミ、mm、リ。重量は約 211g。バッテリーは 4500mAh。OS は Android 11。 CPU は Qualcom のスナップドローン888 5G モバイルプラットフォーム。メモリーは内蔵の RAM ロムが 12GB、512GB。外部は MicroSD、MicroSDHC、MicroSDXC 対応で最大 1TB。ディスプレイは約6.5インチの UKL で21.9ワイドディスプレイ。4K HDR 対応 120Hz 駆動です。 カメラはメインは1 6ミリ直角2 4ミリ広角5 0ミリの標準 3D の ITOF センサー搭載ですねフロントは有効画素数約800万画素の f 値2 0ですね外部接続としては Wi-Fi が IEEE の 802.11ABGNACAXBluetooth はバージョン5.2外部デバイスとして USB Type-C ですね防水防塵が 防水が IPX5IPX8 防塵が IP6X お財布携帯対応情報取得リンク NFC 対応生体認証指紋ですね 3.5mm オーディオジャック搭載ですねフルセグとかワンセグは搭載してませんねワイヤレス充電も対応してません SIM はナノ SIM ですねそしてデュアル SIM ですね デュアルスティム仕様は DSDS DS と DSDV ですね。そして対応バンドは 5G まで対応しています。以上です。いかがでしたでしょうか。スマホとしては重い2 1 1ムですけれども、カメラ機能は今世の中にある技術をかなり詰め込んできていまして、チャレンジしていると思わせてくるスペックになっています。 利用を想定しているユーザーは YouTuber とか映像制作者などでしょうかね。販売価格が19万8000円ですからカメラにお金をかけても構わない。こういうユーザー向けだと思います。今やスマホの需要は頭打ちになってきています。欲しいと思う人には行き渡っていますからね。だからこそ今回のスマホのように他とは違う尖った商品が必要とされているのかと思います。もし興味があれば 購入を検討してみてはどうでしょう。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。